今ランニングステーションが熱い。リアルイベントが復活したのに伴いまして、今ランニングステーションが熱いということでですね、都内でもおそらく一番歴史のあるようなこちらジョグリスさんにお邪魔します。何しろ皇居のすぐ前ということなんですけれども、結構ね人気なんですよ。ちょっと行ってみましょう。今回取材で訪れたのは皇居からほど近いランニングステーションのジョグリスさん。今ランニングステーションが熱いということで、その魅力を体験してきます。今ランニングステーションが熱い。さあということで、早速ジョグリスさんが、こちらからマスクをしてですね、入らせていただきますが、おー、いきなりのお出迎えでございます。ランナーの聖地皇居ランニング、ウェルカムトゥインペリアルパレスランニングということでですね、まあロケーションにぴったりの、これはもう利用するっきゃないという、このジョグリスさんに今お邪魔しておりますが、あ、どうも、はじめまして。はじめまして、こんにちは。もしかしてジョグリスの、はい、店長をしている中島と申します。あ、中島さん、はい、いや、よろしくお願いします。突然のお邪魔しまして申し訳ございません。いえいえ、とんでもないです。いや、何しろね、今そのリアルイベントが復活してきて、ええ、ランニングステーションもやっぱり元の状態にっていうか、だんだん人が戻ってきて、そうですね、今徐々に増えてきて戻ってきているような感じですね。まあ、なんといってもね、ランニングステーションっていうと私が一番気になるのはロッカー室でございます。ここがちょっと充実してないとね。そうですね、ちょっとじゃあ一緒に見に行ってみましょうか。いいですか。はい、いきなり行きましょう。すいません突然お邪魔して、いきなりロッカー室に。それでは施設内を紹介していただきましょう。靴を脱いでですね、はい、はい、おお、いきなり鏡を、お、驚く数ボンバイエの前に現れたのはずらっと並んだシューズロッカー。その数なんと男女合わせて432台。いや、私もね結構利用してる方だと思うんですけど、ええ、これだけ多いの初めて見ましたね。ありがとうございます。そして更衣室のロッカーは男女合わせて計180台。どのロッカーも広々とし使いやすい作りとなっている。そしてホテルを思わせるようなパウダールームを完備。さあ、それではランニングステーションの多くメインイベントに行ってみたいと思います。こちらが、はい、シャワーブースでございます。シャワーブース、2人でじゃあ共同作業で、愛の共同作業で開けさせていただきますじゃじゃーん、おー、素敵。まあなんといってもね、ランニングステーションの要ですよね。はい、だからなんで、あの、仕事行く前にだとか仕事終わった後だとか、その後の動きをするためには何といっても汗を流さないといけない。そうなんです。あ、いやいやいや、あ、なんかすごいな、ちょっとなんかいろんなのついてる、これ。え、これはなんかすごい最新式ですね。そうなんですよ。で、シャワーブースなんですけども、はいはいはい、割と広さを確保しておりまして、そう実際にちょっと入ってみる。いいですか。はい、お邪魔します。入ってみてください。これなかなか、まあ、楽しいですね。あれ、そうなんですよ、いろいろ使えて、温度調整、温度確認、これ温度、そうです、温度だったり、はいはいはい、下でも温度調整できますし、この下からも出てくるので、はいはいはい、あ、これってピューって出てくるの、これ。あ、今は、ちょっとこちらで、はい、横で、あの、普通に設置させていただいてるんですけど、はいはいはい、本当は出すこともできるんですけど、今はちょっと止めている感じですね。まあとにかくこの施設が綺麗で、あの、気持ちがいいか良くないかで決まりますよね。そうですね、ランニングステーションがね。はい、シャワールームは他にも様々なタイプが存在していて、どの部屋も広々としていて清潔な作りになっています。いよいよこれあれですね、個人で利用するだけじゃなくて、なんか面白いことを考えてらっしゃる。そうなんです、今サロモンとジョグリスで、イベントを開催しております。仕掛けるね。はい、はい、で、あの、
12月18日が一番直近のイベントがありまして、こちらは今回のイベントは、お台場まで、往復20キロ走ろうというイベントになっております。でこちらは、サロモンの契約アスリートの今回は岩井龍太さんが、コーチとして一緒に走る感じになります。はいはい、でジョグリスのホームページからも実際申し込みは可能ですので、はい、気になった方はぜひ一度走ってみてはいかがでしょうか。その他にも頑張るランナーを応援する番組ジョグリスランナーズボイスを音楽コンテンツアプリオーディで配信中です。ということで中島店長、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやもうとにかく12周年ということなんですけれども、老舗っていう感じじゃなくて、こうどんどん新しく進化してるっていう感じですね。そうですね、どんどん前に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 と考えておりますということですね。魅力たっぷり、皇居に近い、ロッカー綺麗、そしてサラモンさん、そしてラジオとのコラボという、もうとにかく盛りだくさんの魅力満点ですね。そうです、はい、そしてこれからどん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 またアクティブにね、イベントの方も、はい、サラモンさんと組んだイベントの方もやっていくということで、ちょっと私もねこの後、楽しみたいな。ぜひぜひ参加して、はい、どなたでも楽しめるような企画いっぱい用意しておりますので、はいはい、それではまた13年目、15年目、20年目と向かって頑張ってください。ありがとうございます、はい、我々も楽しく利用させていただきます。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもランニングステーションを利用してランニングの楽しみを増やしてみてはいかがでしょう。